はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。本日はね、デッドバイデイライトをやっていきたいなと思いまして、まあ一応ね、気になってはいたんだよね。なんか俺たまに見てるんですよ、デッドバイデイライト。たまに見せて、あー、こんなゲームあるんだと、まああの名前自体は知ってたけど、へえ、こんな風にやるんだと思いながら見てたんですけど、俺ね、いかんせんホラーが苦手で、マジで苦手なんだよね、ホラー。超嫌いなんだよな。俺ね、しかもリアクションしづらい驚き方をするんだよね。なんかこう、うわーみたいなさ、驚くビビリの人はうわーみたいな感じじゃん。俺違うんだよね。俺が驚いたらちょっとやるよ。俺が驚いたら、わっ、ボーンみたいな。あのね、体が飛び上がるんだよね。体飛び上がるタイプなんですよ。もう無言になっちゃうから、俺あんまりこう、ホラーゲーとか向いてなくて、うん、もう今膝が机の上にバンって当たった音なんだけど、もうそんな感じになっちゃうんですよね。なんだけど、ビビらせる側だったら、キラー側、うん、なんかこう、このゲームって鬼ごっこなんですよ。で、サバイバー、生存者側とキラー側、鬼側があるんだけど、鬼側だったら大丈夫なんじゃないかなってちょっと思ったんだよね。なんでちょっと今回は、こちらの、デッドバイデイライトを鬼側で、やっていきたいなと。もう言うなればお化け屋敷の驚かせる側ですよ。ということで、ちょっと、チュートリアルからやっていい？チュートリアルからやってみるわ。キラーのチュートリアル。サバイバーいたからサバイバー追っかけると。これ。こうやってチェイスして右クリックとかね、こうやって追っかけていくと、おら！なんかすごいみんな簡単そうにやってたのに全然射程わかんない。こうぐらい、すごくない？全然なんか当たんないけど、こんな射程も、おら！よし、起動したら、日本語化できましたね。よし、じゃあ、殺人鬼でプレイやりましょうか。こちらの方で、じゃあちょっと、実際にどんな雰囲気になるのか。なんか、パークってやつをつけるんだよね。イタチが飛び出したは知ってる。イタチが飛び出したは知ってるんだけど、試合を探す。これなんか、すごい早い。チュートリアル。デッドバイデイライトでは2つの独特な役割でプレイでき、選択可能なキャラクター、生存者は外見が違うだけですが、一方で殺人鬼はそれぞれ得意な点と弱点、そして固有の能力を持ってますと。 OK。 レイス・ヒルビリー・ナース。なんかナースって難しいって聞いた。ハントレス・トラッパー。おお、なんか普通っぽいやつあるかな。悲哀の鐘を使うことで透明になったりする。あ、コン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 ってやつか。ちょっとこれかテオノを投げる。ハントレス。ちょっとレイスにしようかな。なんかコン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 ってやつでしょ、これ。コン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 って言って、なんか透明になって、なんかコン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 って言ったら、なんかもう一回姿を現すみたいな。それは知ってる。フィリップ・オジョモは新たな人生の希望を胸に、気の右のままこの国にやってきた。彼はオートヘイブン・レッカーズで職を見つけられたことに満足していた。あ、なんかさ、いろいろあるよね。なんか日本のキラーが出たみたいな感じで、ちょっとなんかニュースのやつ見たわ。なんか日本人のとんでもないなんか呪音みたいなやつが超走る。おお、やりましょう。すげえ、なんかちょっと楽しみになってきたわ。デッドバイデイライト、これが聞いたことある。デッドバイデイライトというゲームか。白い粉のポーチ、おっと、運が少し増加する。こういうことね。いいね、いいね。いいね、いいね。おー、 LT で透明化解除。どうやって透明化解除するんだ。あ、右クリか。 OKOKOK。 これ透明化解除しないと殴れなかったりするのかな。基本的にあれだよね、発電機の周りを回って様子を見ろっていうことやんな。奥側の方かな。なんか発電機回ってるとギコギコ音がするという。こっちは落としなかった？この。ほら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 。破壊。こうよな。ゆっくり行けということやな。なんか音聞こえなかったか？違うか。なんか。
やべえ、なんか緊張してきた。キラーなのに音聞こえないもんね。聞こえる。どうすればいいんだ。透明な感じしなきゃ。おー、カンカンカンして、おー、こういうことか。こういうことな。すごい、これポンポンと透明化してこういって追いかけて、コンコンコンと、でスピードが上がるんだ、コンコンしてる間は。よいしょ、ここだ。こういうことでしょ。こうやって相手フックス、あ、なるほど、右クリックでやるんだ。よいしょ、これでつると、これ透明化して、でもなんか動いてる。コンコンコン。おわあ、板をいきなりやってきた。こいつできる。急にできるな。これで、とりあえず破壊しとくか。とりあえず破壊して透明化しよう。どこにいる？あ、いた。いましたね。そんで近寄って、痛い。あららら、もう一回回そうとしてる。あらら、板はないよ。さっきと比べて板はないぞ。お前覚えとけよ。お前、俺は覚えてるぞ、さっきの。お前また板か。いや、おら、よし。今なすりつけると、お前が受け持ってくれるのか。お前だ。どうだ、こっちか。カンカンと隠れて、よしよしよし、ふう、これで、あ、ここなんかスマートな着地、スマ着、ちょっと知ってる。さあ勝負。よし、危ねえ。しっかり睨んだ。エイムを掴んだ。させないと。え、チリンっつったけど、チリンってあんまり良くない音だよね。チリンというのがあんまり良くない音ということは知っているんだが、ちょっとこの発電機は怪しくない。動いてないね。おっと、そっちか。おか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 。これがなんか失敗、なんかチコーンっつって、なんかサバイバー側はやんなきゃいけないんだよね。どこだ、こっちじゃなくね。あれ、見失っちゃった。コーンコーン、よし、とりあえず一発。これ終えるか、このまんま。よいしょ、隠れよ。隠れて、よいしょ、おいしょよいしょ。くそ、お前板破壊するよ。じゃあちょっと、とりあえずお前にしとくわ。とりあえずお前にしとく。この右、よいしょ、吸って、隠れてこれで、カーンカーン、おお、こら、よいしょ、お前だ、お前だ、お前は逃がさん、よし、お前を逃がさん、ほら、なんだお前たちは、生存、お前たちはなんか絶対にこいつを助けるという。おマジか。こいつは、あいつを倒せば救えなくなるんだよな。とりあえず、これで破壊しよう。これで、あ、くそ、お前さっきはよくやってくれたな。させるか。
嘘、あれ、今切り裂いたのに、俺の刃がお前を切り裂いたのに。追うぞ、あと一発やればお前は落ちる、そうしている。ここで来ました。オッケー、ジュリンと。じゃあここにフックかけて、あ、なんかハッチがあった。このハッチがあると相手は逃げられるんだよな、確かに。このハッチがあるとね、逃げられるんですよね。なんか足音聞こえない。気のせいか、これ動いてんね。これを破壊して、あと発電機な、何、あと発電機ここしかなくない。いた、カーンカーン、おいしょ。お前はさっきのあいつだな。カーンカーンと、これで移動して直行よ。ここでカーンカーンと、板はやめな、板はやめな、逃がさんよ。よいしょ。危ねえ。これでこの発電機を、あれ破壊できない、掴んで、いいね、こういうゲームか。鬼が、おお、ブレる、暴れるんだ、こんなに暴れるんだな。カンカンして消えて、あー開いた、うわー開いちゃった。これでこっちを、こっちに行って、やっほー、お前逃がすと思うな。待て、こっち側のやつがさ、逃げようと来るんじゃないの、あいつ俺あいつのこと許せねえと思ってる。どこだ、あ、いるわ。カーンカーンと、これでどこだ、消えた。お前さっきはよくも、オタサーの姫だよね、これが。これオタサーの姫、ようこそ。透明化解除か、違う、逆だ。こうして近寄ってきた。よし、おい、これでこっち側行って、おお、ブレる、暴れるな。おい、オッケー。で、出口が2つあるんだよな、こっち。もう1個奥側にあったよね、あの出口に行ってるやつを許さないの会が。あれ、1人出てる、もう1人いるんだよな、どっかに。あれ、ここ、あ、で、出口、あー逃げられた。あ、これ全員吊るすのめっちゃ難くない？これ全員倒すのすごい難しい気がするんだけど。へー、これデイリークエストがあって、なんかもっと強くなるのがあるっていう。なるほどな。ということで、初デッドバイデイリーだったけど、追うものはまだなんかわかるね。追われたら多分すごい怖くてガタンゴトン言っちゃうと思うけど、マイクガタンゴトンしちゃうと思うけど、あ、これでなんかこういうブラッドウェブとかを強化すると強くなるから強化していきましょうねみたいな。あ、パークとかもあったでしょ、こういうパークとかも、うん、この視野を広げて倒しやすくしようぜみたいな。アドオン来た、アドオンとか、レースの透明化にかかる時間かなり減少、こういうのをつけてっていうことだよね。よしよしよし、
ちょっと覚えてきた。ちょっと覚えたわ。でもなんか面白いな。ちょっとキラーまたやるかもしれない。ということで、初めてのデッドバイデイライトでした。それじゃあ皆さん、またお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。